今回はフェアライトでの簡単な静音作業を紹介します素材は以前作成したテキストアニメーションの解説動画です静音といっても編集作業をキャプチャーした動画と BGM だけなので最低限の基本的な作業だけです トラックの構成は操作解説の動画に BGM を加えただけの簡単なものです。もともとナレーション入りの一つの動画なんで、えー、クリップごとの音量や音質の調整などは必要ありません。えー、そこで今回はトラック全体の調整だけを行っていきます。ではフェアライトパネルへ切り替えていきましょう。オーディオチャンネルのうち A1 がナレーション入りの編集作業、A2 が BGM です。 なお BGM にはあらかじめミュートをかけてあります次にミキサー画面を開きます今回の声音ではナレーションを聞きやすくするために3つのエフェクトを設定していきますエフェクトを追加するにはミキサーパネルのうち A1 トラックのエフェクトのところでプラスボタンをクリックしフェアライト FX というメニューを開きます このメニューの中にいろんなエフェクトが入っているんですけどまず最初にノイズリダクションをかけましょうノイズリダクションをかけることでナレーションのバックに入っているエアコンの音を抑えますまず解説動画の冒頭の部分を再生してみますフュージョンでテキストアニメーションを作成する場合 シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができますまず簡単な作例を見てください、はい、このように冒頭のナレーションの後にサンプルのクリップを再生している部分に声が入っていないのでエアコンのノイズだけが聞こえます波形グラフのこの部分ですね ここに範囲マーカーを指定しています。このマーカーカを指定した区間でノイズを測定して学習させますちなみに今回は編集が終わった動画にこのように無音部分があったんでそこを使えますができれば編集前のクリップを少し残しておくといいかもしれませんでノイズリダクションのダイアログボックスで測定ボタンというのがありますこの測定ボタンをクリックしておいて無音部分でクリップを再生します 再生を停止すると測定も自動で終了します。これで学習は終了です。ダイアログボックスの左上にあるスイッチでノイズリダクションのオンオフを切り替えると効果がわかります。その場で確認するときはここで切り替えてみてください。実はこの動画でも同じようにこのスイッチで確認するところをご覧に入れようとしたんですが、なぜかキャプチャした動画では効果がほとんどわかりませんでした。そこでオンオフそれぞれでレンダリングした動画を急遽作ったので、えー、この後はそちらをご覧ください。 フュージョンでテキストアニメーションを作成する場合、シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができます。まず簡単な作例を見てください。フュージョンでテキストアニメーションを作成する場合、 シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができますまず簡単な作例を見てください以上でノイズリダクションの設定は終わりです次にボーカルチャンネルのエフェクトを追加します 先ほどと同じようにエフェクトグループのプラスボタンをクリックしてフェアライト FX からボーカルチャンネルを選択しますここではボーカルチャンネルの中でコンプレッサーをかけていきますちなみにコンプレッサーはダイナミクスというところでも設定できるんですが今回の素材はナレーションがメインなのでボーカルチャンネルの方で設定していきます コンプレッサーは大きな音と小さな音の差を減らす圧縮機能です大きすぎる音が入ってくると音割れして耳障りなので必要以上に大きな音を抑えますコンプレッサーのグラフは音の大きさを表します横軸が入力される音の大きさで縦軸はその音を加工したエフェクト結果の音量と考えてもらうといいと思います途中にある今度縦の線が示している音量をスレッショルド日本語では式位置と言ってこの線よりも大きな音が入ってくると グラフのグレーの部分がこのグレーの部分が本来の音量なんですがそこをブルーのラインまで押し下げて圧縮しますその結果大きな音と小さな音の差が少し少なくなりますこのスレッショルドの大きさや圧縮の比率を調整することもできるんですけれどもここではとりあえずデフォルトのままにしておきますではコンプレッサーの効果を確認してみましょう一旦オフにしてまた冒頭の部分を再生していきますフュージョンでテキストアニメーションを作成する場合 シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができますご覧いただいたようにレベルメーターの上の方が赤くなるまで伸びていますもう一回見ていきましょうフュージョンでテキストアニメーションを作成する場合シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができます続いてコンプレッサーをオンにするとスレッシュルドより上の部分が圧縮されるので赤い部分がなくなりますフュージョンでテキストアニメーションを作成する場合 シェーディングタブをを使うとより効果的なな装飾ができますますず簡単な作例を見てくださいこのようにコンプレッサーをかけることで大きすぎる音を抑えられるんですが、えー、圧縮した分だけ全体の音量は少し下がりますそこでゲインというつまみを使って、えー、下がった分の音量を少し回復させます これをグラフで見ると圧縮することで上の方に余裕ができるんでこのグレーとブルーのラインの差なんですけどここに余裕ができるんでその分だけ全体を持ち上げるという形になりますこうすると元の音では小さすぎた部分も原因を持ち上げることで少し大きくなるので聞き取りやすくなります もちろん大きな音は抑えてあるので、えー、大きくなりすぎるっていうことはありません。えー、このあたりは音源の状態に応じて、スレッショルドや圧縮率で、えー、その都度調整していきます。ただし、えー、本来はナレーションだけ別撮りするのが理想です。えー、別撮りすることで環境音や BGM と独立してナレーションだけを聞きやすくすることができます。では原因を上げた状態でもう一度う音を聞いてみましょう。フュージョンでテキストアニメーションを作成する場合、 シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができます原因を上げる前よりはレベルメーターで赤い部分が少し出てきましたけれどもマイナス 5dB を超えることはほとんどないようなので一応この設定でいきましょう最後に DSR というエフェクトを追加していきますこれも同じようにプラスボタンをクリックしてフェアライト FX から DSR 上から2番目の DSR というのを選択します ディエッサーは視察音を抑えるエフェクターです視察音というようにさしすせそうなどの音が多く入っているような単語を発音するときに歯の裏側に強い息が当たってすさといった音が出ますこの音を抑えて聞き取りやすくするのがディエッサーですディエッサーにもいろんな設定があるんですけどもプリセットが登録されているのでここではその中から男性用のメール ESS を選んでおきますディエッサーの効果はちょっとわかりにくいかもしれませんが 念のため聞いておきましょうまずオンの状態で再生しますフュージョンでテキストアニメーションを作成する場合シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができますまず簡単な作例を見てください続いてオフにして再生してみましょう Fusion でテキストアニメーションを作成する場合シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができますまず簡単な作例を見てください 今回の例だとちょっと分かりにくかったかもしれませんが視察音が多いスピーチだとかなり効果が出ると思うので試してみてくださいこれでナレーションに役立つ3つのエフェクトを設定できましたどのエフェクターも細かい調整ができるんですけど最初はプリセットで試して慣れてきたら徐々にパラメータをいじっていくといいと思いますじゃあ最後に全体の音量バランスを調整していきます今度はミキサーのレベルメーターを見ながらナレーショントラックの音を再生してボリュームをチェックしていきましょう フュージョンでテキストアニメーションを作成する場合、シェーディングタブを使うとより効果的な装飾ができます。まず簡単な作例を見てください。ちょっと先の方へ飛ばしていきます。文字の設定についてはここだけです。でその他の装飾についてはシェーディングタブを使います。では、シェーディングタブに切り替えてみます。文字の設定についてはここだけです。 でその他の装飾についてはシェーディングタブを使いますではシェーディングタブに切り替えてみましょうシェーディングタブははい、えー、ちょっと確認したんですけども一番音が大きいとこでもやはりマイナス5デシベルを超えることはなさそうなので、えー、A1 トラックの方のボリュームはこのままいきたいと思いますもしもっと大きい音が出てきた場合は少しこちらのフェーダーを下げてもいいでしょう次に BGM の音を確認していきます A2 トラックがミュート状態なのでこれを解除して BGM を再生していきますその他の装飾についてはシェーディングタブを使いますではシェーディングタブに切り替えてみましょうシェーディングタブは上の方ご覧いただいた通り音が大きすぎてマイナス5デシベよりかなり上まで飛び出していますナレーションもかなり聞き取りにくいのでレベルを下げていきましょう ええとではもう一度再生してみますここに並んでいるタブの右から3番目ですはいえマイナス13まで下げたんですけれども、えー、まだちょっと音が大きいので、えー、もう少し下げてマイナス20ぐらいまでいってみましょうマイナス20ここでは文字色の設定を行っています プロパティーズグループを開くとこのようにカラー設定がありここでタイプをグラディエントに設定していますはいこれでだいぶ聞きやすくなったかと思いますちなみに今回使っている BGM は YouTube のオーディオライブラリからダウンロードしたものですオーディオライブラリで配布されている音源についてはだいたい同じくらいのレベル設定がされているんじゃないかと思います で、これで一応の完成です。今回は本当に基本中の基本ということで、最低限の加工だけやってみました。